なんかハエになるとかやっぱりね、2匹のハエがたかろうとしてて、なんかそのこれたかってええんかなどうやろみたいな、そんなハエのコントみたいなのないの。言ってしまえばメルヘンじゃないですか。そっちの世界にあんまり飛び込んだことないです。ああ、そうか。あ、でもなんか雲のコントやってて、雲のコントいっぱい出しやすい。なんかどっかとかあれはアニメみたいな。あれはむしろ仕掛けから入ってるんですよ。こう糸がシュルシュルって出るというのを発明してからこれで雲できるなって雲を作ってるんです。はい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 。そうかそうかそうか。そうそうあれな、なんかあれメルヘンっぽかったね。あれメルヘンです。あれ結局どうなってんだよ。あれいっぱい出して出えへんやつよね。あれで糸出えくなって、最後出て、ハッピーエンド。そうそう。あれでも最初は雲とガーやってたんです。で雲が糸を仕掛けるとこガーが来て、でその糸なんか蹴散らしてみたいな。ガーに怒られるみたいな雲が。でもまあもう出えへんようになる雲はやっぱりおもろいよな。ああ、そうですね。詰まってるみたいなんだよな。でもその削除した部分があるんですけど、出えへんくなってでこうやって必死に頑張ってガッて出したら、その糸をこうね、赤いビニールテープでこう巻いてるんですけど、糸になんか血ついてるみたいな、なんかグロすぎたみたいで全然そこが受けなくて、あれ見えなかったな。ええってなって、一回やったんや。一回やりました。糸に血ついてるってなったんです。やっぱり引くか引くみたい。赤い糸だけでもダメです。やっぱそれだけずっと見てたらな、そんな感じができるんだ。やっぱこう集中して見ると、ほんまに糸出てきてるみたいなので、赤い糸出ただけで引かれてそんなにやめましたね。鼻くそのコントとかありますけどね、僕らは。おお、鼻くそつけるやつだろ。鼻くそペンキなすりつけるやつです。はいはい、家庭教師のやつで。はいはい、それバレへんようにしてる。バレへんように鼻くそなすりつけるっていう。あった、見た見た。それ汚いな、汚いやった。なんかやっぱうんこまではいかへんねんな。うんこはそうですね。うんこ行くかどうかでなんかちょっとあるような気するね。臨界点みたいなのが。そうですね。まあハエやとメルヘンやからそこまでうんこのグロさも出ないかもしれないですね。うんこって言わへんからね、ハエはね。ハエはうんこと思ってないから。ハエはうんこっていう言葉使わへんで済むやろ、ずっと。ハエはなんで集まるんですか、うんこに。いや、めっちゃ好きだからやっぱり栄養があるってことだよ。だって栄養を吸い取った後のもうあれでしょ、なくなったもんです、栄養が。でもいやいや、だってだから人間以外にはすごくいいもんかもしれない。人間の取った栄養の稼いでも人間以外のやつらですごく、だからあれを肥料としてさ、畑とかで巻いてたわけよ、昔は。じゃあその元の、例えばその果物とか野菜とか食べ物よりもハエにとったら栄養があるってことですか。あ、ハエにとって食べやすい感じのやわらかさとか形なの。ハエは食べてるんですか、あれを。だって食べるんでしょ。あそこに卵産むやんか、産みつけるやんか。ああ、それでは食うんか。で、牛は多分うんこを食べて成長してるんじゃん。うわー、すごいなあいつら。うわ、気持ち悪いわ。もう今やトイレがもう主婦やからなかなか出くわさなくなったわけですよね。そうボットン便所やったのに。そうや、最近減った。だからハエも最近やりにくいなあ言うて。あ、そうや、たまに見つけた時はもう必死やねん、ハエは。じゃあ山とかやっぱりもう野ぐそする環境の方に集まってくるんちゃいます。めっちゃええのあるね。でみんなね、ほんまか、そんなええのあるかいなるなってみんな、ちょっと出てみようか、ほんまやーってその感じのコントできへんから。そうですね、僕らハエになりきってたら汚くは見えないかもしれないですね。それは大きいな、ほんまにめっちゃええって、それはね、すごい最高のもんやと。そのことをいっぱい言うことによって、実はうんこやねんけど、うんこがね、うんこの価値が変わるね、価値観が、そのコントによってね。うんこが汚いもんやと、人間目線では排泄物やけど、もっと言えば昔はボットン免除とか、これはしっかりした人間うんこしてたわけじゃないですか。うんこしたいなって言って自分と出してて、ハエも硬いうんこと触れ合ってたじゃないですか。でも最近は水栓になったから硬いうんこと触れ合うことなくなって、で山の方行ったらノグソしてる。でもノグソってやっぱり緊急事態から下痢なんですよ。あ、そうだそうだ。ハエからしたら最近もう硬いの出くわしてない。なるほど、硬いうんこは最高や。うわーみたいな、汚い、めちゃめちゃ伝説の硬いうんこ見つかったぞって。でもやっぱハエがするうんこはもうほんまのうんこですね。じゃあうんこ食うてるからほんまのうんこ、真のうんこはハエのうんこかもしれないですね。まずそのうんこが好きな何かもおるかもしれんからな、生き物が。ああなるほど、さらにちょっと小ぶりのね、さらに小ぶりの。ああそう、植物連生やもん。真のうんこは誰のうんこやねんじゃあなあねえ。それなんか誰もより使うメッセージが入りそうななんか今度ならへんか。そうですね。だからそのまあハエでやるやんか、ハエでほんまええの見つけたって言ってうんこという言葉一切使わんと、ほんでその今までの経験もしゃべりつつの昔なこんなことあってんとか、そういう獲物の話な、なんかその金を掘るね、金鉱掘りみたいなそんな感じでしゃべるわけや。バーやって最終的に見つけて、ほんでそれで、まあ、そこになんかもう産みつけるみたいなことで、そうそう、ほんでまあそのハエのうんこした後にそのハエのうんこもなんか、めちゃめちゃええなでやってくるやつが出てきたりしたら転換なるみたいな、お前だめみたいな、なんかならへん。あ、ほんまですね。そう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 。どんな格好でやったんだよ。それはなんか普通の、そうですね、それやったんじゃん。なんかハエの格好してるとちょっとなんか子供っぽくなりすぎるかな。ハエやったんやこいつらっていうね。あとで分かってくるみたいですね。ハエで顔拭くんでしたっけ。なんか拭くな、やるやるやるな。そうそう、こう手をする足をするっていうね、やる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 、こうやってやる。そう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 、あ、それだけやったんじゃん。ようこうやるなみたいな。そうそう、それだったらいいんちゃうかな。ちょっとヒントを与えつつ、そうそう、2人ともサラリーマンっぽい格好してて絶対寒いなっていう感じですもんね。ハエ界のサラリーマンってことするのは要素。ああそうだね、それでもそれでもいいかもしれない。あ、それでいっちゃうか、もしかしたらこれハエをやってはんのかなみたいな。そうそう、いやーしばらくええの見つかったないなとか言ってな。そうですね。まあ最近どうしてんねん、もうしゃあないからもうなんかそれになる前のもんとか言ってるわみたいなね。ああ、ちょっとぼやかして。そうそう、もう最高になる以前のところに行ってるみたいな。いやなってからじゃないとなんかな。もう最近牛舎狙いでもう牛のやつや、ほぼ。ああ、やっぱそれはもうやっぱ人間の方がええけどな。まあなあ、ないもんな、なかなかないもんな。昔はあったみたいけどな。ああ、らしいな。うちの親の世代とかおじいちゃん世代はもううちの親はもうなかったって言ってたで。ああそう、じゃあもう一個上の世代不自由せんかったら昔話やけどな。まあお前の親上やもんな、結構。それでええやんな、親年いってんの。だいぶいってんもんな。いってない、まあまあしゃあそれぞれ。ああそう、すごい遅い声、遅い声、参観日では恥ずかしかったよ、そんな。ええやん、それ今そんなんどうでもええやん。深刻な、うちの親がお前の親見てうんこかもんだけどさ、やがしな、俺の親がうんこやねん。めっちゃ怒れやん、失礼な。家族いじってあかんタイプか。いや、失礼なことがある。あ、そうか、その年いってから生まれてきたからええやん、人間やないみたいな。親自体がもうちょっと老いぼれやったから、親として言うな、人の親。そんな仕事どころやないねん、今こんな状況で。食べるもんはないねんで。まあなあ、食料不足やな。食料不足や、こんな食べるもんあったらええけどやな。なんせこう水仙がこう増えることによってこう我々がこう喜べる環境っていうのが減ったからな。前みたいにここ行ったら歩こうっていうのがあったからな。山の方さ、やっぱ遠いねんな。やっぱ行ってもね、行ったらまあまだ希望あるというか、遠いねん山が。遠いかな、でも別に登りとか登ってとか感覚ないやろ。別にでも斜めって感じやん。まっすぐ行きたいで。いや、まっすぐやったらそれはまっすぐ行かへんやん、ぶつかれへん、回るやん。え、回ってまうねん。まあぐるぐる回るよな。あれもっと直線距離にしたいんだ。いや、直線距離で行けたら行ってるから。だいぶこう行くやん、なんかあれぐらいだから直線にパッと切り替えたらいい。どこにおんねん、直線距離でいけるやつ。でこう斜めにこういったらいいんだから。斜めに見たことない、そんな直線でいけるやつ。あんましんどい、別にしんどくはないもんな。うん、そうやな、そうやな。子供の頃のこと覚えてる？あ、でも子供の頃はそのありがたみとかも分からんと、もうちょっとあったし、いろんなとこに。そうやな。頑張ってこう見つけるぞっていう感じじゃなかったもんな。で近所に変な人おって、まあありがたいことやってんけど、うちからしたら結構その辺でする人がおったんや。ああ、ラッキーやったやん、だからそれ。周りは迷惑しとったみたいけど。ああ、そう。ラッキーや。はあ。独り占めやったら、うちが。あ、そう。その人のやつ。近所にあんま配らんかったタイプか。そうやな。うちとかすぐみんな集めてたけどな。みんな集めてたんだよ。集めてた。ああ、回収してた。回収して、呼んで人間でやってな。いや、ほんま犬のやってんけどな。これ笑い話やねんけど、ほんま犬のやつをうちの親が人間のやって騙して、大量に集めてな、犬のやつを。でも人間のが大量に集まったって言って、ご近所さんみんな呼んで、ほんでもう気づかんの、みんなバックバックした声てる人って分かる。いや、みんなそれ分からへんねん。やっぱ言うてるから、人間のって言うてるから、そんな差ない分からへんねん。バックバック食べて、ほんでもうこう山盛りしてんねんけど、この一番下に紙で「実は犬のでした」って書いてな、こうみんながそうバックバック食べた時にこう紙見て「騙された!」ってやりたかったんや。でもこれが笑い話やねん。うんこ集めすぎてみんな腹いっぱいになる。下までいかんからうんこ言うて、集められんかったってこんな言わんようにして集めすぎて、ズワーって言うた。犬の集めすぎた。ほんで最後結局びっくりした、今その下までいかへんかった。ほんで親はこれはもう墓場まで持っていこうよ、これは言われへんなと。なるほどな。いまだに英雄やから、街の中で。福徳系の笑い話や。そうや。だから子供は多分宇治の方やからな、多分な。だからその子供集めてきて、いけいけ言うて行かしてもろて、あ、そうや、そうか、バクバクバク行って泳いだったら昔はプールやな、水泳や。なんかな、こんなんな、なんかなんのかな、これでもなんかあれやな、遅い子とかおもろいけどな、なんかなそうっすね。擬人化ね。しかしうんこ言うと思ったなそれだけは気ぃつけてやってたのいい話思いついたと思ってガッてなりすぎて最後のガッて思ってな、この話やと思ってエピソード的にな、ちょっとしたお話できたと思ったね。うんこ言うてもだわ、うんこ言うたらあかんと思って人間になってたもんね。気持ちが